応援頼むな。よし、ミキ行くよ。はいはいはい、ちょっと待ってね。はい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 、待ってよ。はい、できたほら。よし、さあ行こう。こちらです。この名前が上のここです、はい、あとはその都度何でも聞いてください。ありがとうございます。ケロ先生、武田さん、はい、すぐ行きます。ほら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 、すいません、いきなり恥ずかしいところ。大丈夫ですか？大丈夫です。スミレ組を担任しております、天賀みなみと申します。武田です。あ、子供たち、保護者の皆さんにもケロ先生って呼んでいただいてるんで、天賀、天がえる、ケロケロ泣くの三大活用といいますか。武田さんもそうしてください。わかりました。ミキちゃんですよね。今日からお世話になります、武田ミキです。よろしくね、ミキちゃん。みんなと一緒に遊ぼうぜ。仲良くしようね。よいしょ。あ、お、すごい、ミキちゃん。保育園デビュー成功。困らせちゃいけない。2歳の子供なりに思ってくれたのかもしれない。ありがとうございます。いい先生に当たったみたいだ。はい、総務武田です。あ、俺だ。久々、昼飯どうだ。はい。あ、食べた？いや、食べてないです。先週、一周忌だったんだよね。早いもので。だいぶ、慣れました。嘘つけ。いや、実際、結構やれるもんだなってありますよ。だから嘘つけ。
ません、いつも気にかけていただいて。かけちゃいねえよ。で、総務はどうだって、どうも何も総務にあるわけねえな。ひでえ、怒られますよ。いやけど、フレッツキを認めてもらえたのは何よりありがたいです。武田、営業戻ってこいよ。ほら、お前を買ってんだ。過去形じゃねえぞ。榎本部長、お気持ちは。今すぐにとは言わない、さすがに。頭の片隅に置いとけって、そういう話だよ。納豆食べない？やだ、やっぱし。少ししか入ってないけど、これ。いや、いいよ、こっちで。かいちゃん、汁ご飯食べて。はい。寂しくなるの。寂しくなるわね。僕はズック、ズックズック。君を運んだ初めての靴さ。しまい。片隅なんてないよ。え？あ、オーナーの親睦会の場所を。は、それはいつまで？今日中ですか？わかりました。大丈夫。やっとく。いやー、そういうわけには。頑張れ、ファザー。お願いします。申し訳なさと。自己嫌悪が募った。こんにちは。
とよろしいでしょうか。はい。朝登園するときなんですけど、そろそろベビーカーは卒業していただいた方がいいかもしれません。いや、でも歩くと時間がかかっちゃう。あ、全部じゃなくて園の手前で下ろしてあげて、他の子たちと同じように歩いていればいいんです。やっぱり恥ずかしいんです。別にからかわれたとかじゃないんですけど、ミキちゃん結構負けず嫌いなところあるから。2歳半って結構一丁前なんです。いつでも相談してください。どんなことでも。頼りないかもしれないですけど。ありがとうございます、はい、さよなら。スミレ組のみんなでお歌を歌いました。ミキちゃんも上手に歌ってましたよ。お友達の喧嘩も止めてくれました。縁にもすっかり慣れて、笑顔の絶えないミキちゃんです。だってさ、ありがとうね、ケンちゃん。いいえ、とんでもないです。お母さん、ご都合どうですか。牡蠣に当たっても絶対行きます。辣腕専務鬼の村松さんはご多忙なんじゃ。何か予定があるの、即キャンセルしてたわよ。変わるって。あ、はい。ケンチ君。はい。ケンチ君のお父さんお母さんも来れるのかな。ちょっとやっぱり長い移動が厳しいので DVD を送ることになってます。そうか、新潟遠いもんな。久しぶりにご飯でもと思ったんだけど。ほら、去年はクリスマスどころじゃなかったろ。ええ、伝えておきますね。まあ、あれだ。悪いとは思うけど、横浜人でよかったよ。当日なんかうまいもんでも行こう。はい、楽しみにしてます。はい。いや。だが、日が近づくにつれ、ミキの様子が変わった。急げ急げ急げ。急げ急げ急げ。よし。はい。ミキ、今日もいい天気だぞ。ねえ。まず、おしゃべりが減り。おはよう、ミキちゃん。ケロ先生。ケロ先生を見ても、おはよう。笑いもしなくなり。ヘロジャンプも諦めちゃったかな。キッちゃん、うん、どうしたの。よし、行こう行こう。できて。クリスマス会を翌日に控えた今朝は、はいはい、なんもう
あの日以来精一杯やってきたつもりだった。だけど僕は分かっていない。体温計じゃ測れないものが、そしてそれは父親ではどうにもできないことなのかもしれない。トモコの両親はミキを引き取ろうかと言ってくれた。兄さん夫婦は養子にしてもいいとも。僕を身軽にしてやりたいという優しさが半分、残りはいつか僕が再婚し縁遠くなってしまう前にミキを手元に置きたかったのかもしれない。お疲れ様です。そしてそうすべきだったのかもしれない。武田君まずいって、マジで6時じゃん。うん、大丈夫、もう終わるから。大変だね本当に。お疲れ様でした。大変なんだよ本当に。すいません、武田さん、私でした。私がいけなかったんです。え、どういうことですか？クリスマス会が近づいてバタバタしちゃって、ミキちゃんが遊んでって言ってたのに、私ちょっと待っててって返したきり、そのままにしちゃったこともあって、足りなかったんです、優しさが。いや、だってそれは他の子も同じなんですか？同じでも違います。ミキちゃんは違います。他の子は夕方になればお母さんが迎えに来てくれる、うちに帰ればいくらでも甘えられる、保育園は友達と遊ぶ場所で、抱っこしてもらう場所はうち。でもミキちゃんにとっては保育園がそうなんです。いや、抱っこなら僕だって聞いてます。はい、いつもパパに抱っこしてもらってるって。でもパパの抱っこは忙しいって。わかります。ミキちゃんのペースに合わせていたら何でも時間かかっちゃいますもんね。お忙しいのも大変なのもよくわかります。わかりますか？うちも早くに母を亡くしてるんです。小5の時に癌で。
から父が男で一つで苦労してたのずっとそばで見てきました。きっとだからエコひいきしちゃってるのかも。ただ武田さん、はい、こうして何もしない抱っこも子供は嬉しいんですよ。すごく。いつの間にか寝ちゃうペタって。そんな抱っこもたまにはしてあげてください。はい。妻はいつもそうしてたんですけどね。ダメだ、時間ばっかり言い訳にして。どうして？お母さんもきっと、もっときっと抱っこしたかったんだろうなって、悔しくて悲しかったんだろうなって。ごめんね、ミキちゃん、ケロ先生でごめん。あ、そうだ、ご飯まだです。ごちそうさせてください。遅くまで待たしちゃったし。あ、いや、結婚するんです、4月に。おめでとう。ありがとうございます。いいもんだよ、結婚は。はい、大変だけどね。そうですよね。別に変な意味じゃないよ、誘ったのは。たまにはミキにこうパパと二人きりじゃないご飯をと思っただけ。
育ってるぞ。パパ干すよ。はい、今行きます。ミッキーを外食にしちゃうか。え、マジ？やったー。ゴールデンウィークっぽいこと何もしなかったろ。パパが熱出したからでしょ。ごめんなさい。じゃあもう。でもずっと雨だったのもあるよ。まあ、あるね。何食べたい？寿司！マル。おをつけなさい、おを。なんで？寿司は寿司じゃん。小学校1年生はお寿司でいいんです。っていうかさ、これさ、もう捨てたらダボダボだよ。捨てないよ、切れるよ、まだ。捨てる？捨てない、捨てない、まだ切れる、切れる、切れるから。伸びてる方がいいの、それぐらいが楽だから。え、だから伸びたんでいいじゃん。いいから、はい、はい、早く。今日からここでいいや。なんで？すぐそこじゃん。かっこ悪いし。一人で行けるべし。じゃあ行ってきまーす。子育ての一つの季節が終わったんだなと思う。この4月からフレックス勤務を解いてもらった。さすがにまだ残業とまではいかないけれど。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。ありがとう。そうします。こんな余裕ができたことが何とも嬉しい。魚か。魚でオスかな。いや、怒られるな。授業参観について母の日にちなんだ催しということで、ミキちゃんのお母さんの絵をどうしようか思いあぐねています。図工の時間はあさってですが、その前にお父様の考えをお聞きしたく思います。あさってってこっちの都合は虫か。ついては一度お会いできたらと思います。ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。いらっしゃいませ。面倒 S。 お忙しいところ申し訳ありません。こちらこそ朝からすみません。早速ですがどうしましょうか。今まではどうされていたんですか。母子家庭の子は学年に一人二人はいるんですが、父子家庭というのは私が担任した中ではミキちゃんが初めてで、今年の新入生でもミキちゃんだけなんです。正直私としても難しいところで。お母さんの記憶ってあるんですか。いや、1歳半の時だったのでさすがに。ですよね。そこでどうでしょう、ミキちゃんにはお母さんの写真を見ながら描いてもらうというのは。他の子も写真を見ながら描くんですか。いえ、たら想像で描くのも難しいですよね。これは
今度の個人面談の時にと思っていたんですが、美希ちゃん学級会の家族紹介で嘘をついちゃったんですね。嘘。はい、うちのママはスーパーでパートをしています。はい、じゃあともはくん。はい、うちのお兄ちゃんはクリケットが好きで、部屋にモハメッド・ユーセフのポスターがたくさんあります。誰だよって感じだねじゃあ次はみぞれちゃん。はい、うちの妹はまだママのおっぱいを触ってないと眠れませんはい、じゃあみきちゃん。はい、私のパパは会社にお勤めしながらご飯を作ったり洗濯もしてくれます。ママはずっとお家にいます。なんでパパがご飯作んだよ。ママがいるのに変。変だよな。はいはい、受け入れないと現実を。負けず嫌いと嘘はやっぱり違いますから。違う、ミキは嘘をついたわけじゃない。トモコはうちにいる、いつだってミキを見守っている。それが嘘になるのだろうか。ではよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、総務武田です。ああ、俺だ。久々、昼飯どうだ。はい。あ、食べた？いや、まだ食べてません。やっぱ牧場って全然違うんだな、マジうまい。父親、母親、一人二役やってんだ。腹も減るだろう。だから正直、もう一役は無理です。まだまだ大変だよ。大変じゃないなって言ってないよ。けど少しは楽になったんじゃないのか。送り迎えしなくてよくなったんだし。そりゃそうですけど、その分長時間預かってくれますから。保育園は夏休みも冬休みもないですし、学童クラブに飽きなかったらヤバかったんですから。なあ武田、お前いくつになった。8月で36です。リミットってあるんだぞ。ぶっちゃけ今度の人事異動が一番動かしやすいんだ。来年には常務が退任する。俺だって自分のケツに火ついたらお前の面倒までは見てられんぞ。榎本部長、俺先月だけで有給3日使ってるんですよ。どうも小学校っていうのは親の負担が大きくて、保護者会とか PTA 総会とかそういうの全部平日の昼間なんですよ。だけど俺ギブアップしたくないんですよ、男で一つの子育てね。だからすいません。またこの意地ね。親父の意地かもしれません。どっちっていいやん。
絵の練習してたのか。やっぱ動いてるとこ見たことないから。うん、難しいよね。晩ご飯何？負けず嫌いと嘘はやっぱり違いますから。ガツンと言ってやろう、そう思った。どうしたの？何やってんの？ねえ、そうやってる人アニメ以外で初めて見たよ。ねえ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 、どうしたの？ミキ、晩ご飯もう少しだけ。待てません。え、ま、ねえ、待てないって。どこ行くの？あ、すいません、すいません。あの、今朝読んでたあの手紙ですよね。ちょっと待っててください。すいません。すいません。勝手に読むなんて最低です。いや、逆なら俺も読んじゃうと思うし。あの、他人があれですけど、頑張ってほしいと思いました。ありがとう。うちの劇団が子供に見せられる作風だったらな。なるさん、女優さんなんですか？あ、いやいや、卵です、卵。今はまだってそういう時ますけど。頑張ってほしいって思いました。いや、そんなそんな。あ、そうだ、なるさん、明日も朝から。あ、はい。だったらその前に少し回り道してくれないかな。え、いやです。いや、だって朝忙しいですもん。え、いや、そこはなんとか頼む。え、えって何ですか？嫌ですよ。大体何ですか？何から言ったらいいかな。なんで急に散歩なんですか？散歩してから食べる朝ごはんは美味しいから。散歩しなくても美味しいです。そんなのお腹の減り具合です。私はもう帰る。ああ、もう目玉焼き半熟にしない。絶対しない。おどんどんか。行くよ、行けばいいんでしょ。行きますよ。行け、覚えてるか？行け、昔桜って緑で綺麗、緑色好きって言ってたんだぞ。マジ？私すごいバカじゃん。チッター取ってだけなのに。もう1年生だもんな。ミキ。うん？何？ゆっくりでいいんだからな。ゆっくり歩いてきましたけど。ん？パパしゃがんで。大丈夫です。それからしゃがんで。あのお姉ちゃんね、ママに似てるよ。私わかるよ。昨日ずっと写真見てたから私わかるよ。おはようございます。おはようございます。おはよう。おはようございます。少し遊ぼうか、一緒に。何して遊ぶ？軽い。芽吹いた桜を知ってしまったら、もうそれまでの日々には戻れない。ゆっくりでいいんだ、本当に。
バイバイ。バイバイ。うん、ママの絵描けそう。雲。武田、お前お母さんいねえじゃん。なんか言えよ。そう、私のママは死んじゃった。でもいる、ずっとうちにいる。あんたたちのママは死んだらいなくなるの？そんなのダメ、絶対ダメ。はーい、行ってきます。さあ読みたいぞ。ゆきちゃん。はい。積み木を3つ積みました。積み木を5つ積みました。積み木を8つ積みました。8つも積んだらやっぱり失敗。もう一回。ありがとう。つぶってる？つぶってるよ。つぶってる？つぶってるよ。じゃあいくよ。はい。おめでとう38歳。イエーイ。なんていいよ。なんていい？おい、こんってこんなのお年玉貯金じゃ絶対買えないだろう。おじいちゃんとおばあちゃんと相談して決めたの。ケイチ君、これで家事少しは楽になるだろう。ミキは確かに育っている。でもなんで毎年お盆はうちか横浜だったじゃん。おばあちゃんのお兄ちゃんの夫婦とひいおばあちゃん一緒に暮らしてるんだけど。おじさん夫婦ね、それはわかる。生意気にもなったし、そのおじさんの奥さんの実家に不幸があったから、おじさんたちが誰かが死んじゃったの。不幸ってそういうことでしょ。変なところに敏感にもなった。まあそうだ。だからひいおばあちゃんのお世話をするから一緒に来ないかって誘われたの。断れないね、大人の事情だもんね。うん、それだけじゃないよ。お母さんも小学校の時お盆は毎年泊まりに行ってたんだって。マジ？うん。だから今年はお母さんを田舎に帰らせてあげよう。飛行機頑張れるか。智子を亡くして8年、小学3年生のミキを連れて初めて飛行機に乗る。怖くない。行き先は義母の実家だ。日本の正しい夏ってやつだよな。本当にいいとこですね。うん、でも悪かったかな、こっち突き走っちゃって。建築の実家だってな。いやいや、ミキも楽しみにしてましたから。ああ、そう。まあ、俺のことも覚えてないかもな。やっぱり女房の実家ってのは縁遠くなる。いろいろ気遣ってくれるけど、それが鬱陶しかったりもするし。
って俺が言っちゃダメか。まあ建築家も実の息子みたいなもんだからな。こんな時何かが引っかかるようになった。お、待ってました。はい、3 2 1。よく似合ってる。ミキちゃんにはまだちょっと大きいか。首とかじゃなんかかゆくない。私お母さんみたい。そっくり。やったー。どうに出してやるけ。おいでんともちゃん。あとキュウリとナスも取らにゃいかん。ともちゃんって呼ばれてたんだね、お母さん。もうすぐ帰ってくるんだよね、お母さん。ミキちゃん、一緒に歩いてくれるか、ひいおばあちゃんと。もちろん。よし。お母さん、キュウリとナスも取ったよ。よし。お母さん。長生きすぎちゃったのね、お母さんも。孫のお葬式に出なきゃいけないなんてかわいそうだったな。ほんと、ミキちゃんが大きくなるのだけは楽しみよ。もちろんありがたい。だけどやっぱり。お母さんが作ったのよ、おいしいよ。何かが引っかかる。じゃのひいおばあちゃんぐらい長生きするとね、天国の人ともおしゃべりできるんだよ。おかえりなさい、お母さん。ミキは子供じゃないふりまでできるようになったよ。よかったの？いや、いいです、俺断ります。大体今時お見合いって。武田、お前だってまだ若い。娘に母親を作ってやるきっかけはそれでいいじゃないか。言っとくけど、仲介人が取引先の専門人だからとかじゃねえからな。お盆にお見合いする場がどこにあるんですか。お盆だからこそ俺は言ってるんだ。智子さんが帰ってきてる時に背中を押してもらえ。
実感するよね、時間ってやつを。生意気。確かにこの2年はいろいろあった。まず今年の春、営業開発部に異動になり、プロジェクトリーダーの座に就いた。何度も断りやがって。ミキちゃんも、もう5年生か。させてください。子会社の重役に就任し、本社を去ることになった榎本部長の置き土産だった。対照的に去年の秋は岐阜の会社でそれは起きた。敗れた側の専務は追放同然に系列会社の社長就任を打診されたが、最後の意地でそれを断った。十分優待だよな、70超えてんなら。けど趣味もないから、鬼の村松なんて呼ばれてた親父が最近じゃアルバムばっか見てるんだって。お母さんから聞きました。それだけじゃ飽き足らず、親戚知り合いまで。でもわしゃ智子の写真ないかって聞いてるらしい。ぽっくりなってことがないがいいけどね。ちょっとやってくれ。かくいう兄さん夫婦は長年の不妊治療を打ち切った。まただ池ちゃん、そんな張り切ってんのか。ほとんど軍隊。あの子私以上に負けず嫌いだから絶対失敗できない。クミちゃんなんか怪我したふりして降りようかなとか言ってるし。でまあぐちぐち言ってないで頑張るしかないけど。あのさ、人見ていちいち感動するのやめて。成長しづらい。もうやめた。手伝わない。絶対手伝わない。子供かよ。もう一回お願いします。いいよ、いくぞ。よーい、スタート。あっ、惜しい。そしていろいろの中にはもう一つ。私もイケちゃんタイプでしたよ。とにかく負けず嫌い。そんな風には見えないけどな。年を重ねる上でたくさん負けたからです。新規プロジェクトの発足に合わせ、広告代理店のシンクタンクから出向してきたのが彼女だった。女の子って寂しいから負けたくないんですよね。特にある時期の女の子は生きてること全部寂しさにつながっちゃうし。そういうもんだな。寂しさはゼロにできない。それを知っているから強がる。きっとミキちゃんとイケちゃん仲良くなりますよ。全然わかんないな。わからなくていいんです、男の人は。いた。智子が亡くなって10年、美希に会わせたい、そう思える人に
初めて会った。長いんだよ。まあ確かに大したもんじゃない。それも続くぜ。何か始まるのはいいもんだな。ラストチキショー。だどこ投げてるんだ。やっぱり俺作っちゃうから誘った時は嫌々だったくせにボールでピン倒して何が楽しいんだとか言ってたんだぜいやたまにはいいですねこういうのも。ああ男同士悪くないな、うん、っていうか俺今日さずっと思ってたんだけど健一君何かあった？雰囲気変わったよ。いやそんなことないと思うんですけど。いや変わったって何かあったんじゃない？足彦、それやりがいある仕事に戻ったからだよ。いやだけじゃないな。彼女でもできたんだから。別にいいんだぞ俺たちに気づかなくても。健一君の人生は健一君のものなんだから。うん。早く智子安心させちゃってくれよ。マジか。え10年だもんな。そりゃそうだ。そうかそうか。いやあの本当あのまだまだというかこう何がっていうわけじゃないんですけど、うん、そうかそうか、そうだ、ばさん言ってたんだ。あの運動会の弁当。みきちゃんリクエスト聞いといてくれって。ああ、緑はね、あのババロア作ってくって。うん。すみませんいつも。いや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 、楽しみ作っていくから。うん。そっか。よかったじゃない。出会ってから別れるまでの年月よりもこうして向き合う方がはるかに長くなった。二期の落書きを智子は知らない。何もかも智子は知らない。三期のベビーカーを吉彦さんに譲ったことも結局それが無駄になってしまったことも。つまり家庭とは何か。安らぎの場。地域社会の一角。あ、消費のユニット。例えばもう少し広く育つ場所っていうのはどうかな。子供も夫婦も育ちながら時間を重ねていくとすると死に向かうことも育つの最終形態と考えられないかな。ああ、
さすがにそれは無理ないですか。死をロマンチックに捉えるのはどうですか。ロマンチック、うん、ロマンチックって言うと、だったら命のある場所っていうの。それは生きている人はもちろん、亡くなった人の命だって家庭にはあると思うんです。だから仏壇も置くんだろうし、ペットを飼うのだって命と暮らしたいっていう心理からかと。確かに、まあ分からなくもないけどな。ちょっと申し訳ない。はい。まあ悪いのは仕事中に、運動会の弁当のことだったから。ああ、巻き寿司がいいみたいです、お母さん特製の。それが無理になってな。え、今日早朝ボール行ったんだけど、調子よくて5ゲームもやって疲れが出たんだろうな。帰るなり熱出してな。大丈夫ですか。ああ、本人絶対作るって言ってるけど、明後日だろう。いや、そんなのは気にしないでください。悪いな。それで、あれだ、弁当作ってもらえないのか。あの、気になる人いるんだろ。え、こんなことでもないところはこっちもなかなかお役御免というかな。いや、それは難しい。 DVD 楽しみにしてるな。じゃあ教えてあげます、作り方。え、俺が作る。武田さんだって料理するでしょ。意外と簡単ですよ。それはできる人の意見。今のプロジェクト、男性の家事と育児への参加が大前提ですよね。それはそれ。それ以上あります。わかった。あ、でもどこで作ったらいいかな。あ、うちしかないんじゃないですか。そう、うん、ありがとう。ありがとうございました。すいません、お願いします。いちごも買えませんか。うん、うん、こっちがいいんだ。じゃあ、あ、こっち、こっちで大丈夫。いや、大きい方がいいかな。大きい方がいいかな。じゃあ、こっちで。これはミキのためだから、はい、ありがとうございます、と言い訳した。乗せる前に教えて欲しかったな。あえてです。あえて、あえて。はい、頑張って。どの辺撮ってます？なんか、うん、新たなご飯が炊けるまで、まあ、ドラゴンボールいろんな話をした。聴いてきた音楽や見てきた映画。じゃあ植物は？植物、本当にたわいもないことを、うん、何かから怯えるみたいに。うちは多肉が多いんです、うん、多肉はなかなか枯れないから。これサボテンってこんな土じゃなくても育てられるの？お水あげなくていいんですよ。
今日は本当ありがとう。明日頑張ってください。うん、気づいてますよね。うん、あえて出しておいたんです。そうかなとは思った。化粧品とか無農薬野菜とか妻宛ての DM 止めるの結構大変で、本人確認がどうだとかその都度話したくないこと何度も話しさせられて、そういう経験が俺にもあるから、話したくなったら聞かせてください。お邪魔しました。ありがとう。ミキちゃん、会ってくれますかね。よし、これはいけたんじゃないか。すごいじゃん、パパ。これ LINE したら？あ、おばあちゃんにか。違うよ。レイ。人に。例の人ってなんだ、会社の仲間だって。ただあのじゃないでしょ。よし。たまにはデートしてもいいよね。そんなに大人になるなよ。あ、もしかして今日来る？来ないよ、誘ってないもん。なんで？なんでって当たり前だろ、順序が違うだろ。ふーん。なあミキ、今度会ってくれるか。最後の練習付き合ってくれる？いいよ。お弁当のお礼も言いたいし。ありがとう。後ろめたい気持ちはもちろんある。もう10年。ありがとう。何回も言わなくていいよ。よし、もう大丈夫。この時思った。家庭とは変わり続ける場所なのだ。家族が笑顔になるために変わり続ける場所、それが家庭だ。つまり笑顔工場ってとこかな。うれしそうですね。まあひとまずカリカリとして。Thank you.
だが何を食べてもミキは必ず戻した。熱も出した。ごめん。まるで明るく振る舞った代償のように。謝ることじゃない。熱は朝には必ず引いた。私ナナさんと会うのしばらくやめるね。ダメとは言えない。そして少しずつミキは僕との間に見えない壁を作るようになった。そうして小学校最後の1年が始まった。ミキ、今日外食行くか。ゴールデンウィークどこも行けなかったしさ。私は行きました。池ちゃんとだろ。ナナさん誘えばいいじゃん。ミキ、ちょっといいか。何？開けるぞ。ミキにって。ナナさん？うん、ちょっと法事で田舎に帰っててさ。一緒に行かなかったんだ。なんで行くんだよ。向こうの親に挨拶とかいろいろあるでしょ。そんな話出てないよ。それに向こうとかそういう言い方よせ。反対してるわけじゃないって。別に。たださ。ただなんだよ。横浜行く。中学上がるタイミングで。池ちゃんとは遠くなっちゃうけど絶対週一で会うねって約束したし。だって二人の方が新婚っぽいでしょ。ありがとうって言っといて。なあミキ、宿題あるから。大切なことは親じゃなくて友達に打ち明ける。そんなことがどんどん増えるのだろう。
ら。悪かったね、急に時間作ってもらっちゃって。いえ、どうだ、奈々さんとはうまくやってるか。何それ、最低の入りじゃない。あのな、ミキちゃんから電話があってな、中学に入ったらうちに住みたいって言うんだ。本気みたいよ。何があったの？だから今年に入ってからは一度も会わせてません。ミキも辛いんだと思います。ケンジ君、人ごとみたいに言うなよ。いや、そういうつもりは。だと思ってなんだ。そうじゃないだろう。ミキちゃんが辛いなら君だって辛いはずだろう。それが分かってもんだろう。外からのんきに見てるなよ。子供が悲しんでる時は親も悲しい。子供が苦しんでる時は親もっと苦しい。じゃなきゃ嘘だろ。だから俺は今苦しいよ。なぜなら俺はミキちゃんのじいちゃんで、トモコの父親で、血こそ繋がってなくてもケンジ君、君の親父だからだ。新潟のお父さんには怒られるかもしれない。それでも君は俺の息子だ。私たち英語を始めたって話したでしょ、ボケ防止に。近所の大学でホストファミリー募集しててね、来年には応募するつもりで頑張ってるのね。え、目標はないよりあった方がいいだろ。部屋も持て余してるし、なんだったらリフォームしてもいい、うん、よしひことみどりちゃんに子供ができなかったことも、智子が死んでしまったことも予定外だったけど、思い通りにいかないのが人生よね。設計図なんてない、何度でも書き直せばいいんだよ。家族だってリフォームすればいい。大事な柱の一本にでも智子が残ってりゃそれでいいんだよ。大体急に親子になんかなれるわけがない。ステップだよ、ステップ。英語でな、血のつながりがない親のこと。ステップファザー、ステップマザー。いいこと言おうと思ったのに。十分言ってもらいました。最初で最後の親父の説教だ。お袋の説教。そのうち奈々さん、私たちには合わせてよ。ね、な。ありがとうございます。僕は両親に恵まれていたのだと思う。今日日曜だけど。日曜でも朝ごはん食べるだろ。なんで3人分？命日でもないのに。呼んだの？勝手に？一緒に食べたかったから。何開き直ってんの？みんなで一緒に。か
勝手に食べれば。待ってるからな、一日中でも。斉藤七恵と申します。これまでもピンチはたくさんあったんだ。ほんと数え切れないくらい。うん。でもこれはピンチじゃない。何度でもぶつかろうと思ってる。ミキがいての俺だから。私も負けず嫌いだから。だからきっと仲良くなれる。トイレ。あと言っとくけど、半熟。そうしてまた新しい一日が始まった。ごめんなさいね、いつも。いえいえ、実は仲良しですから。じゃあまた来ますからね、鬼の村町さん。あ、元がいるか。げんこつだな、あいつは。病気も仕事も喧嘩相手がいねえとな、親父には。いい看護師さんでよかったわよ。うるさい。健志君、悪かったな、日曜だってのに。本当はミキも連れてきたかったんですけどね。会いたがってます、すごく。見え張らせてくれよ。俺だってミキちゃんの前ではいい格好したいんだよ。こんなじゃな。今年は春が早そうだ。2月なのにもう4月の陽気だってさ。はい。ナナさん、これどうやってやるんですか？ミキちゃんがそう両方からそのバッテンを挟んでつまんで、上にグイッと、そう、外から上に。あ、
俺の意識が確かなうちに教えておいてくれよ。何をですか？伝言。俺はもうすぐ智子に会える。笑えないです。健一君もやっと再婚した。みきちゃんも次期中学生、ばあさんも吉彦夫婦も元気にやってる。楽しい話ばっかり伝えられるんだ。幸せだよ。本気でそう思ってる。お父さん実は車で待ってるんだろ。バレバレか。すいません、ナナも一緒です。会ってどうなる。わざわざ辛い思いさせることないだろう。あの子も十分悲しい目に遭ってるんだ。観測された気温は各地で平年を大きく上回りました。東日本では。おじいちゃん、来年の雪は見られないの？おじいちゃんすごいんだ。本当は痛くてたまらないはずなのに絶対に弱音は吐かない。
さすが鬼の村松だね。だから雪なんとかしたいんだ。どう？カードはできた？あ、うん。どう思う？謝恩会のお知らせ。泣いちゃうね、おじいちゃん。パパが泣いてどうすんのよ。ね、お母さん。一緒に住まないの？卒業式の日の朝ごはんは二人で食べるべきだって。ナナさんだね。やべ、ナナさんに戻しちゃった。まあそんなこと無理しなくていいんだよ。無理はしてません、絶対。そっか、ごめん。よろしくお願いします。私武田美希は3月23日に小学校を卒業します。おじいちゃんおばあちゃんには本当にお世話になりました。お母さんがいなくて寂しかったこともあったけど、二人のおかげで毎日楽しく過ごすことができました。私は世界一幸せな女の子です。そんな感謝の気持ちを込めて卒業式の後で。ミキちゃん読めんだろうな。ミキちゃん世界一幸せな女の子って。分かった、もういい。服を見せたいって言ってるんで学校から直接来ます。何もこんな神経臭い場所でやることないだろ。ミキが言ったんです、ここがいいって。こんな姿見たらめでたい日が台無しんだ。なりません。辛い思い出は増やす必要ないだろう。辛くても大切な思い出になります。僕たちはそうやって生きてきました。胸の奥にはずっと智子を亡くした悲しみがあって、部屋の真ん中にはずっと智子がいない寂しさがあって、ミキは母親がいない悲しさと寂しさと一緒に大きくなりました。
辛かったろうな。でもそれだけじゃないんです。悲しみも寂しさも消えません。だけど乗り越えるものでもない。付き合っていくしかないものなんだと僕たちが生きてきた日々が教えてくれました。智子がいない痛みに触れるたび、そこから力をもらって僕はミキを育てることができました。智子と一緒に、二人でです。ミキはこれからお父さんとの別れを思い出すたびに辛くなると思います。忘れるよ、すぐに。忘れません、絶対に。だけどその分ミキは優しくなれます。生きることに一生懸命になれます。そうやって誰かを愛することを知って、誰かに愛されることを知って、少しずつ大人になってくれると思うんです。お父さん、これからも僕たちと一緒にミキを育ててやってください。最初で最後の息子の頼みです。おう、健志君も来てくれたんだ。いや、すごいんだよ。今ラジオで聞いたんだけどさ、嘘みたいな話で週末雪降るかもしれないって頑張って生きてきた親父に神様からのプレゼントだ。よし、行こう。もうありがとう。もう先日までの春のような暖かさから一変、真冬に逆戻りです。本州南岸を進む低気圧の影響で、関東地方では夕方から雪が降り続いています。ご覧いただいているのは八王子市の現在の様子です。八王子市では午後9時の時点で6センチ。次女モデルみたいだろ。うん。パジャマ似合ってるじゃん。奈々さんも急に悪かったね。いや、そんな。もうすぐ卒業式だ。寂しくなっちゃうか。そうでもないかな。ほとんどみんな一緒だし。そりゃそうか。そりゃそうだよ。なあ、みきちゃん、これで雪うさぎ作ってくれないか。いいけど、なんで急に。昔作ってくれたじゃない。まだ見たいんだって。昨日から親父ずっと言っててさ。見せてやって。うん、じゃあ私も一緒に。ミキ、一人で行けるの。部門、次期中学生。何ですか、改まってバレバレか。ゆべ智子に会った。ニコニコ笑って、よかった、本当によかったって。最近あっちとこっち行ったり来たりなんだよな。さっき3人で入ってくるのを見たときね、ああもう大丈夫なんだなと思えたの。
ミキちゃんには素敵なお母さんができたんだなって。本当、長年連れ添った夫婦みたいだったぜ、うん、やっと巡り会えたんだ。ミキちゃんもケンイチ君も奈々さんも。時間かかったかやったよな。俺なんかもう一生やもめかもって思ったもん。もう何言ってんの。ケンイチさんはあんたよりモテるわよ。悪かったな。奈々さん、はい。ミキちゃんとはケンイチ君を頼んだぞ。俺の孫と息子だ。ずっと仲良く幸せに。あの伝言のことなんですけど。ああ、決まったか。伝えてください。ミキは優しい子に育ってくれたよ。優しい子だよ、ミキは。もっと大きいの作ってくれよ。十分だよ。ありがとうな、ミキちゃん。でもせっかくだから。うん、ミキ。雪は結局水だからな。どんなに綺麗でも最後は水に戻るんだよ。そんなのやだ。じいちゃんも同じだ。ミキちゃんより早くいなくなってもう会えない。やだよやだよ、そんなの絶対やだよ。でもな、溶けて消えても、ああ綺麗だったなってたまに思い出してくれればウサギは嬉しいだろう。おじいちゃん、やだよ、死なないでよ。ねえおじいちゃん、やだよ。おじいちゃん、おじいちゃん。あのな、じいちゃんが本当幸せだったんだ。みきちゃんがいてくれて本当幸せだったんだぞ。幸せだったんだぞ。優しい子に育ててくれたんだぞ。俺とミキが出会ってきた全ての人たちが。覚えてる？最初の頃の味。最初って？見た目も微妙だし、
ソースケチャップだったじゃん。ああ、あったな、そんな頃も。美味しくなかったな。そんなことない。あの頃だって絶対美味しかった。まあ今の方が絶対美味しいけど。どっちだよ。お母さんと一緒に暮らすようになっても、ハンバーグとカレーだけはパパの方が美味しいって言ってあげる。光栄です。まだちっちゃい。いいよな。減ってくる。ほんと長かったな。いや、あっという間か。お疲れ様。子育てが終わったわけで全然ないけどな。女の子はこれからが大変だし。考えたくもない今。ナナさんがいてくれる。トモコだっているよ。ミキのこと話したいこといっぱいあるんだ。お父さんから聞くから。もうすぐなのかみたい。やっと会えるんだな、お父さんと。絶対げんこつだよ。間違いない。健一君と美希ちゃん残してお前は一体何やってんだって。だろうな。けど、ともこだってつらかったよな。だって絶対もっとミキのこと育てたかったもんな。もう寝たら？大切な明日よ。だな。おやすみ。さよなら。バカ。お休みでいいんだよ、これからもずっと。はい。おやすみ。さあ。
行こう。どうした？春からまたこの道を通うんだなって。そうだな。パパ、中学入ったらお父さんって呼ぶね。なんで？いつまでもパパじゃ格好悪いし。パパとお母さんじゃバランス悪いでしょうが。なーに競争競争昔よくやったじゃん。いい早いこれからもミキはずっと育っていく。今はただ反抗期を迎えた時あんまり嫌ってくれるなよと願うばかりだ。